今飲んだのはマラリア予防薬で、我々 JICA ボランティアは週に1回飲むことになってます。それと同時に、毎週1回、事務所の方に無事に生きてるかどうか、安否確認というのをすることになっているので、僕は、毎週水曜日に、安否確認をした後に、マラリア予防薬を飲んでます。今日はこれからちょっと職員会議に出て、町に買い物に行きたいと思います。で、この間は、徒歩で歩いて行ったんですけども、今回は、我々 JICA ボランティア、まあ、ザンビアにいる JICA ボランティアが、主な移動手段として使っているであろう、ミニバスをご紹介できたらなと思います。それではちょっと職員会議行ってまいります。終了です。ちょっと今書類やります。認知不在届けっていうのやります。こんな感じで協力隊員は自分の、安全を守るためにですね、自分がどっかに出かけるときには、事務所に、この日この時間からこの日のこの時間まで、どこどこに行きますよっていうのを、提出しなきゃいけません。でもやっぱり自分のね安全を守るためですから、結構大事です。それでは今からタウンにミニバスで行きたいと思います。来るかな。これは行けるかもしれないですね。結構もうガシガシ前に行かないと乗れないんですけど、ちょっと今のね、ダメかなと思っちゃったんで一歩下がっちゃいました。あ、来たかな。いっぱいか。残念。2000 years later。来た。このミニバスにだいたい20人ぐらいぎゅうぎゅうになって乗ります。座席はボロボロです。こんな感じ。よいしょ。はい、ということでタウンに着きました。ここがメインストリートです。なかなかお店もいっぱいあって、スーパーも大きなスーパーが2つあるので、買うものには困らないですね。ただちょっと道路は雨季なんで、穴ぼことか水たまりが多いですね。あそこがアフターテンって言って、なんて言うんだろうな、ロール式のケバブみたいなやつですかね、シャワルマっていうんですけど、それが食べれます。はい、今から、今度開かれる体育大会を、行うのに必要なものの見積書を取りに行きます。
積書取れました。うわ暗いな。見積書無事に取ることができました。今インターネット月々お金払って買ってるんですけど、それ買おうとしたらなんかカードのスワイプマシンが壊れちゃったみたいなんで、今から ATM で現金を下ろしたいと思います。協力隊員はみんなそれぞれ銀行口座を持っていて、3ヶ月に1回現地生活費という形で生活に必要な額振り込まれることになってます。で、ATM は街に行けば割とどこでもあるので簡単に下ろすことができます。ただちょっと月末とかみんなの給料日の近くになるとみんな一斉にお金を下ろすので、そうすると現金不足になったりします。銀行、無事に下ろせました。ザンビアのお札についての豆知識というか面白いのがあるので、ちょっとそちらご覧ください。これらがザンビアのお札です。左上からそれぞれ2クワチャ、5クワチャ、10クワチャ、20クワチャ、50クワチャ、100クワチャです。だいたい1クワチャ10円計算ですので、左上の2クワチャが20円、右下の一番大きな100クワチャが1000円となります。ここで皆さんに注目していただきたいのが、紙幣中央付近にそれぞれ描かれている木の絵です。こちらが2クワチャ。順番に見ていくと、5クワチャ、10クワチャ、20クワチャ、50クワチャ、100クワチャです。お分かりいただけましたでしょうか？木のところによく注目してください。こちらが2クワチャ。順番に行きます。5クワチャ、10クワチャ、20クワチャ、50クワチャ、100クワチャです。もうお分かりいただけましたか？木が紙幣の額が上がるにつれてだんだん成長していってます。100クワチャのこれは、枯れているのか、木の実がなっているのかちょっと分からないんですけども、最終形態となります。ちなみにこの木の種類はちょっとわからないですっていうことなんですよ。すごいなんか初めてした時面白くて思わず人に話してしまいました。ここが我が町ムフリラにあるザムテルっていう通信会社のオフィスです。です。無事インターネットが買えました。これからどうしようかな。お昼でも食べますかね。僕がいつも島を食べてるレストランです。入ってみましょう。それではレストランでどんなものが食べれるのか今からちょっと見せていきたいと思います。これが、ピーナッツをすりつぶして野菜と混ぜたもの、ピサシって呼ばれるものです。隣が何だろう。ああ、芋虫ですね。What's this? What's this? Pork? Beef? Shoulders? Leg?Legs. Okay. Cow. 牛の足だそうです。Okay. Then. Nenama. Beef. And. I guess chicken. Okay. I was correct. これがチキンです。あとは、お、魚がありますね。あとは、まあ飲み物とかソーセージ。パイも買えます。ビーフにします。僕はザンビアのレストランではだいたい手を洗う場所が普通の水道じゃなくてこんな感じであります。
水の入ったバケツに、まあ、水受け、ここちょっと押すボタン式なんでちょっとめんどくさいんですけど、ちょっと手洗います。Thank you. これがビーフで、ナンビアの主食の島ってやつですね。ほかほか美味しそう。ラトテラサーナ。よいしょ。ピサシですね。ピーナッツをすりつぶしたやつ持ってきてくれました。大体こんな感じですね。島と、お肉何か、牛とか、牛、豚、魚で、あともう一個、まあ、野菜がつくって感じが、ザンビアのご飯ですね。でザンビアでは、素手で食べます。僕も別にあんまうまいわけじゃない、うまいっていうか、まあ、あれじゃない、これを手に取ってこんな感じで、ちょっと大きかったな、こねてこうやってつけたら、今食べてたら相席の人が芋虫持ってきたので食べさせてもらいます。 Do you like it? May I try? イモムシ、うわ毛がある、毛が映るかな、これダメか、すごい薄い味のエビって感じですね。 Tastes like a shrimp. It's nice. It's nice. ナトテラサーナ。いやお腹いっぱい、食べ終わりました。今相席してた人がミスターダカさんっていうんですけど、彼がなんと教育省の人で、で今ちょうどザンビアのキャリア教育についてなんか役に立つかなと思って、ボランティアの他のボランティアと協力してやってることがあるんですけど、その話ができたんですごい良かったです。今あそこでランチ食べて、なのでちょっと今から、